水のように動け。出世出世セギル、ああ少しの間じゃ手元は確かじゃ。よし、何あれ。重傷を強化せんとな。足に銃、タクマ先生が作ったんですか。隠し兵器、足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわい。いい策じゃ。音を立てるな。しっせいや、刀を使うか。クマ、聞くんじゃ。行け、クマ。かわいい。お友達なの？上に何があるか確かめましょう。若い力じゃのう。そう言えるかの。クマ、気を引くんじゃ。気を引くんじゃ。賢い。うん、そうじゃの。うん、一つないの。どうやったんじゃ。はっ、上から攻撃だ。静かに。差し足。突入する。簡単ね。花火の準備は。ああ、いい眺めだ。何か考えつかないと。へい、道があったと思うけど、どこだっけ。水のように動け。奴は影様ではないようだ。そのようじゃな。じゃが、されとて同じ。ヤブ大名は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろ。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃが、こう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら、影様を支え続けるじゃろ。悪いやつね。分かってる。どうします、隼人先生。いいさ、復讐したいってんならな。じいさん、しようじゃない。どちらにせよ、報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの、侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。クマ、戻るんじゃ。タヌキを手なずけるなんてな。どうやって教え込んだ。どうしてわしが教えたと思ったんじゃ。むしろその逆かもしれんの。おお、なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。うん、いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのか。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえんか。はい、いいですよ。そう、静かにね。手裏剣術。音を立てるな。突入する。便利だな。手裏剣が使える。せいせいせい。頂戴する。ああ、我慢じゃ。わかったわい。情緒あふれる景色じゃ。ここで何ができるかの。おお、うん、一球。
手元は確かじゃ。うん、よっしゃ。手元は狂わせんわい。静かね。何か仕掛けがあるんでしょうね。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できるがの。おお。うん、うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できるがの。ひどい。水のように動け。手裏剣。いいだろ。できるわよ。突入する。静かにね。泳いで渡る。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃろ。静かに。ちゃんと音を立てるな。水のように動け。静かに。簡単ね。ちゃんと動くわね。今行くわ。蛇みたいに巻いて。ああ、素敵なメロディー。嫌なサプライズでしょ。楽しいわね。誰かいるのか。お茶でございます。島も守られている。この毒を入れないといけない。嫌な感じね。わなさん、起きて。行くわよ。クモの巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。さあ、しあし。風だろう。わかっておる。そんなものではわしの気は引けんぞ。私にもらってほしいってこそこそと。うん、いい香りだ。次はもっと早くしろ。突入する。あ、うん。俺が敵の気をそらす。水のように動け。今のは剣術。そう、静かにね。抜き足。火薬のせいよ。手裏剣を使おう。いや、風を切る。音を立てる。便利。我ながら、静かに。水のように動け。音を立てるな。了解。す
手裏剣が使える。せいせいせい。女が湯飲みを運んでいたのか。茶を出しておったようじゃの。わしらが茶を出して鐘を鳴らさんとの、その間に毒でも入れるかな。よし、茶の中に雲を入れたわ。ならずらかるぞ。はい先生。急ごう。お茶が沸きました。突入する。水のように動け。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。水のように動け。静かに。どこか見つけたぞ。おのれ、片はめ。届かねえ。敵はまだいるかもしれん。おのれ。中には何が入っていたの？ああ、長年の痛みじゃよ。濃縮して引き出したやつじゃ。これで誰がやったのか分かった。